アーデルハイトイルナカロリーネ・マリー・エリーザベット・フォン・ザクセン、イコール・マイ・人間は、ドイツのザクセン・イコール・マイ・人間家の公女で、プロイセン王子・アーダルベルトの妻、愛称はアディ。ザクセン・イコール・マイ・人間公子フリードリヒト、その妻のアーデルハイトツア・リッペ・ビィースターフェルトの間の、次女として生まれた。母は、リッペ公国殺傷のリッペ・ビィースターフェルト博、エルンストの娘で、最後のリッペ公。 レオポルト四世の姉である。第一次世界大戦勃発直後の1914年8月3日に、ビルヘルムスハーフェンにおいて、ドイツ皇帝ビルヘルム二世の三男アーダルベルト、王子と結婚した。この結婚は、ドイツの領土問題において、かつて、オーストリア帝国を支持した、ザクセンイコールマイ人間公爵家と、プロイセン王家の友好関係を保つために、 繰り返されてきた、政略結婚の一端であり、祖父のゲオルク2世や叔父のベルンハルト3世も、プロイセン王女を日に迎えていた。アーデルハイトと夫との夫婦生活は幸福だった。目のアウグステ・ビクトリア皇后はアーデルハイトに、自分の事前事業を手伝わせ、アーデルハイトは1918年に開設された、ベルヒテスガーデン海軍病院の監督を任された。 ドイツ革命により、君主制が倒れると、アーダルベルト王子とその家族は、バートホンブルクフォアデア兵衛に立つ、アーデルハイトの名前にちなんだビラ、アーデルハイツベルトに、陰遁した。アーデルハイトの健康状態が思わしくなかったため、夫妻は後に、スイスに移住し、人間伯爵夫妻と名乗って暮らした。夫、アーダルベルト王子との間に一難事以を設けた。ありがとうございます。